世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今日は、東京からお話をしています。マルコの福音書の10章の29節、誠にあなた方に告げます、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今日はこの箇所を中心にお話をしていきたいと、こういうふうに思います。私が、大学を卒業するときに、私はすでに、献身しており、神様の働きにつくと、そういう決心をしていたんですね。そうしましたところ、親からこういうふうに言われました。私の父親はですね、小さな会社を経営していたんですね。それでその会社を継がないかと、こういうふうに言われました。しかし私はその時にですね、すでに神様の働きに就こうと決心をしていましたし、その導きを受けていたので、それをですね、断ったんですね。そうしましたら、母親の方から感動するというような、そういうような事柄をこう言われたんですが、その時は気が強かったので、じゃあ感動されてやろうと、こういうふうなこの答えをしてですね、そして別れることになったんですね。ところがその時に私が病気になってしまいまして、そしてですね、なんと療養生活に入ってしまったんですね。そうしましたところ、うちの母親は、それ見たことか、ね、こういうことになってしまってというような事柄になりました。私はそのことを感謝していましたが、どうしてこういうことが起こったのかということをですね、私は理解しませんでした。しかし、それが益となったのです。私が療養生活をしているときに、いろいろうちでは、働きも しないでというような形でこう文句を言われていたんですが、その1、2年のあるときに、聖霊様が触れてくださり、うちの家族全員が救われてしまったのです。そしてですね、何が起こったのかと言いますと、私が進学校に行くときには、家族の賛成のもとに進学校に行くという、この逆転が起こりました。主のなされることは素晴らしいことです。そして、後年になってですね、私の父親が定年となって、そしてですね、その時持っていた会社を廃止するという、そういうことになったんですね。それで私はですね、その時、一つの石の働きに関してですね、動こうとしていましたので、その一つの石の働きにおいてはですね、会社の必要があるからですね。それで私はですね、私の父親にその会社をくれということをね、言ったんですね。そうしましたら、うちの父親はそのことを受けてくださり、私にその会社をくれるということになりました。そしてその会社は今、一つの石という名前となってコンピューターの働きをしています。かつて私がその会社を継げと言われたときに、私は主に従ったんですが、しかし全てが益となり、後になって私がその会社を継ぐことになったんですね。そしてその会社は神の働きのために用いられるようになりました。主に従ったとき、その捧げたものが戻ってき、また全てのことが益となりました。ありがとうございます。